愛媛 CATV かけ放題も訪問サポートも全部込み込み、ケーブルモバイルの安心スマホパック。8月23日、松山市道後のにぎたつ会館で才能コラボランチ試食会が行われました。にぎたつ会館では毎年高校生とのコラボ企画に取り組んでいます。今年度は西条農業高等学校生活デザイン科の生徒8人が考案した才能コラボランチを期間限定メニューとして提供します。この日は西条産の野菜などを取り入れた3種類のランチの試食会が行われ、自分たちが考えた料理について意見交換をしました。西条農業だったり、西条のっていうところをメインにそれぞれ考えてもらいました。生徒の方に今回試作はできなかったんですけれども、一応生徒らが考えたメニューをちょっと今回こうやって起こしていただいて、実際ちょっと見ることができて、すごく今ちょっと感動しているところです。もう多分生徒たちが食べたい、自分たちが食べたいメニューを一番に考えているということと、やっぱ普段から野菜とかには親しんでいるので、慣れているので、ちょっとそのあたりで馴染みのあるお野菜を使うというのをメインに考えています。今回はもうにぎたつ様の方に作っていただくんですけれども、普段から私たちは自分たちで作った料理をお客様食べていただいて喜んでいただく、笑顔を見るということをやっておるのですが、今回は作っていただいて、やっぱそのお客様が喜んでいただける、嬉しくなっていただける、幸せになっていただける料理を食べていただけるような、はい、と思ってやっておりますので、今回の企画は本当に楽しく思っています。すごく見た目見てめっちゃすごく綺麗で美味しそうだなと思って、食べてみたらもうその以上に美味しくて、これがお客さんに出るんだなと思ったらもうすごく嬉しかったです。これからも才能御膳をするので、それに向けて料理してくれた方のアイデアとかを参考にしながら作っていきたいなと思いました。3種類の才能コラボランチは9月10月の日曜日と月曜日に週替わりで販売されます。1日50食限定で提供されます。